カツカレー来ました。ありがとうございます。ちょっとすごいですね、ご飯が見えないぐらいに。そんなねすごく辛いとかじゃなくて、結構優しい甘みととろみがカツにしっかりまとわりついて美味しいですね。二刀流をやってますんで。二刀流をされて、なんと言ったらいい、占いと喫茶店と。近鉄の長瀬駅ですね。懐かしいな。僕降り立って思い出しましたけどね、10年ぐらい前かな、ここ近畿大学ね、近大がすごい近いんですよ。まあ最寄り駅だと思うんですけど、かつて教えてましてね、近大の学生に。ただ僕降りてもうすぐ学校の方行ってたからね、こっち側がねあんまり分かってないんですけど、ここかな、ルパン、ルパン、へえ、ひらがなでルパン言うのはなかなか珍しいですけどね。ちょっとお邪魔します、よろしいですか。はい、いらっしゃい。どうもこんにちは、失礼します。はい、どうぞ。わあ、いきなりでかすごい、金魚ですか。はいはい、大きいな。出迎えてくれました。はい、はい、これも出迎えです。うわ、あ、これも出迎え、はい、なんかええことありそうな感じしますよこれ。はい、これどちら、大乗仏教の。大乗仏教の、はい、すごいな。どちらに座ったらいい。マンダラ図ですけど、どうもどうぞ。あ、はい、マンダラが出迎えてくれた。1989年にオープンした喫茶ルパン、マスターの吉田さんと奥さんがお二人で切り盛りするお店。いらっしゃいませ。おすごい食い気味に来ましたね。いえいえいえ、どうも、野村雅夫と申します。あ、こちらこそ初めまして。よろしく。初めまして。マスターは何とおっしゃるんですか。吉田名簿、芸名では名簿。芸名、芸名というのは占いの名前は。あ、占いされてるんですか。はい、僕今喫茶店に来たんですよね。はい、ルパン。はい、ちょっといろいろ情報がすごいな。二刀流をやってますんで。二刀流をされて、なんと言ったらいい。占いと喫茶店と。占いと喫茶店。はい、すごい。なんかとりあえず飲み物飲ませてもらっていいですか。はい、どうぞどうぞ。何がいいですか、ね、何がおすすめですか。まあ、アイスコーヒーが。アイスコーヒー美味しいと思います。アイスコーヒーが美味しいと思います、はい、あ、じゃあアイスコーヒーをいただきます、はい、すいません、お願いします。まろやかな味を出しているんですけど。まろやかな味を出している。水出しで。あ、そうなんですね、はい、ダッチアイスコーヒー。ダッチ、まあ、その作法が。作法がね、ダッチアイス。はあ、なんかお店がすごいですね、ルパン。そうですか。これな、いやいや、もういきなりだって出迎えてくれるのがもうマンダラやったりしてびっくりしたんですけど。ああ、そうですか。占いもされてってっていうので、うん、納得いったかっていうと言ってないんですけど、なんか、うん、これはいろいろお伺いしなければと今感じてきました。はいはいはい、結構ですよ。すいません、じゃあちょっとそのダッチコーヒーを。はい、どうぞ。いただきます。ゆっくり時間をかけて入れる水出しコーヒー。こちらではさらに冷蔵庫で1日寝かすのがこだわり。そうすることでまろやかな味わいになるのだそう。いただきます。うん、その佇まいがコーヒーの味にも出てますわこれ。あ、そうですか。結構ほんまシャッとしてますよこれ。あ、そうですか、うん、味濃いし美味しい。コーヒーもそうですけど、なんか他おすすめはあるんですか。カツカレーが、まあ、一番よく出てますけどね。あ、そうなんですね、はい、おすすめです、ね、おすすめですか、はい、もう今、ね、パートナーが、はい、素敵な微笑みを浮かべてらっしゃる。お願いしていいですか、じゃあ、はい、すいません。あ、お願いします。へ、いろいろありますねこのお店、情報がね。まずなんでルパンですか。お店やりだした時に、はい、ルパンという推理小説の本があったんですよ。ルブランの、はいはい、それで運がつくように、まあ、カタカナやったらまた和菓からひらがなにしようかと、ええ、で、まあ、店の運もいいようにと初めてずっとやったんです。はあ、
ちょっとわからないところもありましたけど、わからないところ。でもルパンという喫茶店を経営し、占いもし、サムエ的なものを着て立っている人はなかなか多分日本全国広しといえど。そんなことないですよ。そんなことないですよ。抜群のリアクションでした。いやだって初めて思い上がりました。駅舎の方たまに寒い駅で方ありますよ。本当ですか。帽子かぶって。いやでもやっぱりそれで喫茶店経営して占いしてる人はなかなかいないですよ。そう少ないですけどいやそうでしょ、はい、それは認めざるを得ないでしょ。心斎橋にも一見あの有名な先生がおいでにはなりますけどね。あそうです。えその方も喫茶店されてるんですか。まあその方はもう先生専業ですけど、ね、そうですよ、はい、いやな占い師の方がこういうね格好してこう、はい、なんならもうこの上にちょっとこう、はい、シャッポでもこう乗っけてね、はい、それ想像つきますけども、はい、カツカレー出てくるんですもんこれから、はい、もうこんなだって喫茶店入ってきてこれ水晶玉すねえ、そんでマンダラにカツカレー来たよ。カツカレー来ました。はいカツカレー来ました。ありがとうございます。ちょっとすごいですね。だいぶもうもはやご飯が見えないぐらいに。オープン当初から喫茶ルパン一番人気のカツカレー。注文を受けてから揚げるとんかつは柔らかくジューシーな味わい。ワンプレートにサラダも添えられた豪快なメニュー。長年通うお客さんにも人気の癖になるカレーです。うんうん柔らかい。 ありがとうございます、うん、そんなねすごく辛いとかじゃなくて。あそうですか。結構優しい、はいはい、甘みととろみがあるですね、はい、このカツにしっかりまとわりついて。あそうですか、ね、絡んで美味しいですね。 ありがとうございます、うん、奥さんとはどう知り合われたんですか。もう50年ぐらい前から。50年。若い時からもう空気みたいなもん縁があってずっとあれで、あまり喋らないのがまあちょっと逆に欠点ですけどねいやもうねだって今もう必ず僕との間に何か置いてはりますからね。見えないって言ったら僕今このピンクの電話越しに、そのしかもガラス越しにキュートな笑顔が結構奥ゆかしい方なんですね。急に言葉がなくなったじゃないですか。さっきまであんな饒舌やったのに。ここからは喫茶ルパンのご主人に占ってもらいます。何でこう見ていくんですか。あの名前と生年月日ですね。名前と生年月日で特に知っておいでになったら時間も欲しいということです。時間僕の場合はね生まれた時間がね時差がね日本とあるああなるほどはいはい、ちょっとイタリアで生まれてしまってるもんで。あそうですか。ちょっと時差をちょっと計算させていただきたいですけど、はいはい、すいませんもうここに来て初めての事例。8時間ぐらいあるかな。もう8時間。まさに8時間あります。はいはい、はい、人生で初めて占いをしてもらう野村正男。健康面と人間関係について占ってもらいます。コーヒーを飲んだりしててもいいですか。はいどうぞどうぞ。健康面一番気になります。健康が気になる。はいこれは胃腸。胃腸。はいはあの生活習慣病悪くならないように気をつけてください、はい、それと、はい、本質的には、はい、いろいろお言葉をこう返しておいでになってますけども、うん、ご自身の本音、はい、自分の、 あの気持ちをうまく伝えるのが下手で誤解を非常に受けやすいという方であります困ったな。それゆえに、はい対人関係、人間関係ね、はい、絆が非常に悪いですそれは自分の表現力を不足しているものの考え方を良すぎてご自身自体がうまく伝わってないということが一番問題なんですね。なるほどね。それはなんかこう変わる余地はあるんですか。これはですから先ほども言ってますように本音をうまく伝える。考えすぎないで、はい、ご自身自体がもっと
もっと心のままに正確に気持ちを伝えるいうことが大事なんです。その辺は男女問わず悪いですね。ここはそうですよね。絆だから別にあれですよね。その友人とか別に男女関係なく、そこはちょっと全体的に直した方がいいということ。そうです。あら。全部悪かったですね。全部なんかいいとこないですか。ちょっといやちょっとだからそれは人に好かれる人望とか人徳いうのも、もちろん持っておいでになりますよ。よかった。いや見通された。ちょっと一旦カツカレーをいただこうかな。